高円寺にいるんですけど、まあ、よく高円寺はプライベートでも来させていただく場所です。古着屋さんがすごく多いので好きな古着をこう見に来るのに高円寺に来てます。今回あの高円寺で古着ロケということで緊張してるんですけど、あの今から行ってみたいと思います。普段商品作ったりするんで、まあ、それのサンプリングだったり推しに高円寺とか古着とかよく見ますね。結構な頻度で来られるんですか？結構来ますよ。仕事でも来るしプライベートでも来るし、まあ、でもやっぱり古着屋さんいっぱいあるんで、しかもなんか安いですよね。コーヒーはブラックです。コーヒーブラックです。まあ、今日すごい寒いんで温かいコーヒー飲みながら、まあ、古着屋さんにこれ持ってったらちょっとまずいと思うんで急いで飲み切りたいと思います。ここですよ。まだやっぱり閉まってますね。やっぱ僕が好きなスタイリングはやっぱもう本当にアメリカの西海岸のスケーターだったりワークウェアだったり個人的には好きで、例えばジュージャンだったりカバーオールとかワークパンツとか、まあ、あとデニムもそうです。やっぱり古着から来るアイテムというところが一番好きですね。最近若い子はやっぱり90年代のファッションがすごくもう人気なんですけど、中でもこう90年代の古着っていうところも注目されてるというか、まあ、若い子からしたら90年代の古着ってやっぱすごく新鮮なんで今すごく人気なんだなと思います。僕とか30代とか、まあ、40代の人っていうのはやっぱりヴィンテージっていうとこう、まあ、60年代70年代以前のものを買ってたと思うんですけど、まあ、逆に、今若い子で人気のこう90年代今日も行く、古着屋さんは結構割と新しめの年代の古着も扱ってるところなので、僕ら世代からしたら逆にこう懐かしいという90年代懐かしいという視線で、まあ、選ぶ古着だったり、若い子からしたらすごく新鮮だなっていうところで選ばれているようなアイテムが今日非常に多いところに行きますので、まあ、そこでバイヤー視点での商品の選び方だったり、まあ、スタイリングを今日ご紹介できればと思います。まあ、今季特に一番カーディガン着たい気分で、まあ、アクリルのカーディガンとかもそうですけど、まあ、モヘアカーディガンとかあればすごい着たいです。まあ、グランジじゃないですけどカート・コバーンが着てたモヘアカーディガンみたいな感じが一番今っぽく大人なスタイリングでも使えるアイテムだと思います。まあ、カーディガンこうシャツにこう羽織っちゃうと結構優等生みたいな感じになっちゃうんですけど、まあ、今はやっぱりサイズ感だったり中に着るこう T シャツとかカットソーをこう中心としたスタイリングで使えばすごくこう今っぽく着られるアイテムになってます。本当にいいモヘアカーディガンがすごい欲しいなと。今から行く古着屋さんは古着とあと新品を取り扱ってる、お店になりますので、新しいものと古着っていうところの、ミックスさせたスタイリング、そういったところも今回ご紹介できればなと思います。じゃあ今回は高円寺の新都さんにお邪魔したいと思います。新都さんは、古着とあと新品あと見えるんですけどドライフラワーが売ってるお店になるんですけど、めちゃめちゃおしゃれなんでちょっと今から覗かせていただきたいと思います。じゃあ入り口からちょっと中にちょっと行きたいと。お、カーディガンいっぱいありますね。お、古着のカーディガンからいろいろ見ながら喋ろうか。古着もニットがいっぱいありますね。ここが寝るシャツか。寝るシャツ結構ありますね。まあ、今90年代の古着っていうところがすごく若い子には人気なんですけど、まあ、僕らこう30代とか40代からしたら、まあ、結構90年代の古着ってこう今までこうヴィンテージとかじゃなかったとは思うんですけど、まあ、当時着てた人はすごくこう懐かしいと思いますし、まあ、今こう若い子からしたらやっぱりすごく新鮮なアイテムで、まあ、非常に今90年代で注目されてる。で結構こう90年代のこうナイロンパーカーだったりメルシャツとか結構多いですね。結構こうね、 90s のいいところってあれですよね。サイズ感がやっぱりこう今の、まあ、ワイドなシルエットに合わせやすいサイズ感になってますね。身幅がすごくこう広くてアームホールも太くて着丈もこう短いアイテム、ベルエルビンスでナイロン系のアイテムとかもあります。お、結構ありますね。コーデュロイ結構やっぱ太うねのコーデュロイはやっぱり今若い子なんか特に履いてるんですけど、まあ僕ら世代の方も結構履けるんじゃないでしょうか。サイズ感によってはこう大人っぽく履けたり、まあ太く履いてちょっとこう90年代のねストリートを意識したスタイリングでもこう使えるようなアイテムが結構揃ってますね。今日何を探そうかな。
もうラルフのシャツもいっぱいあります、まあ、僕も服作ってるんで、まあ、チェックシャツとか寝るシャツとか結構作るんですけど、まあ、ワークウェアの寝るシャツとか結構見て、まあ、ディティールだったりサイズ感とか結構参考にすることがあるんで、よく見させてもらいます。お、カバーオールありますね。かっこいいなこれ。ちょっとこれ撮ってみてもいいですか？いいか。おお。いいですね。このカーハート。結構当時の人が着てたこう汚れとか。俺の汚れとか多分こう実際こう新しい新品着て自分でこういう再現しようとするとなかなかできないんですよね。結構僕ワークウェアが好きなんで、まあ、こういったカーハートのカバーオールとかすごく今着たいですね。でこう冬にも使えるこうブランケットとかついてるタイプですね。ちょっとこれ後で着てみたいと思います。オラルフのスラックスですね。状態スラックスがいっぱいあるんですけど、古着でこう寝るシャツとか、まあ、スウェットとかこう着られる方は多いと思うんですけど、結構スウェットとか寝るシャツにジーンズ履くと結構子供っぽいというかちょっとダサくなるんですけど、こういったこうトラウザースラックスとかに合わせるとちょっとまあ割と大人っぽい着こなしになるかと思うんで、トラウザー合わせの寝るシャツとか結構今使いやすいと思います。お、かわいいスウェットがいっぱいあります。お、ブラックドックス。結構この犬だったりフィッシングだったり、まあ、結構動物のモチーフの90年代のセットって今すごくこう人気なんですけど、グラフィックだったり手法だったり参考にさせていただくことが多いです。個人的にも結構好きなんで、ダックヘッドですね。結構ハンティングジャケットで有名なダックヘッドなんですけど、こうスウェットとかも出してるんですね。90年代でしょうかね。結構今、まあ、アウトドアがすごい人気なんですけど、まあ、中でもグラフィックでこういったねフィッシングの魚のモチーフだったり、普通に着たらおじさんみたいになっちゃうかもしれないですけど、なんかアウトドアのアイテムと合わせて可愛いっす。お、ありますね、ミリタリー。ここは全部新品と古着なのかな。まあ、オリジナルもあるし、ここシントさんではこう新品の商品も扱ってるんですけど、わ、 M47 めっちゃある。そうですね、これ M47 ですね。まあ、フランス軍のミリタリーのパンツになるんですけど、僕も M47 を実際オリジナルで M47 作ってるんですけど、これは結構忠実に再現されてますね。ちゃんとオリジナルを忠実に再現してるんですね。あ、いいサイズ。安っ。こんな忠実に再現されて、なるほど。結構この M47 このディティールでこの値段って結構難しいんじゃないかなと思います。僕も結構こう忠実に再現したくていろいろ作ってたんですけど、これはしっかりしてますね。これ8800です。めちゃめちゃ安いです。まあ結構いいサイズだと3万とか4万とかしてしまうパンツなんですけど、めちゃめちゃ安いです。しかも合うサイズなかなかないんですけど、ちょっとこれはやられましたね。これはいい。やっぱりこう古着ってこう、まあ、いいところで言えばサイズ感がこう大きくて身幅が広くてっていうサイズが今っぽかったりするんですけど、まあ、全身古着にした時サイズ感ってこう自分に合わないとやぼったい。ちょっとこういった新品で忠実に再現されてるところとか、まあ、新品の服でもやっぱこういうオリジナルに敬意払ってやってるものをこう合わせると全然こうスタイリングも今っぽくなる。だから僕もこうミリタリーのパンツよく作らせてもらうんですけど、ちょっとここのはちょっと出来が違うな。すごいやべ、黒ある。これ M47 黒ありますよ。かっこよくないですか黒。黒やってるとこ僕が黒を初めてやったのかなと思ったんですけど、意外にやってますね。でも生地がねちょっとこの辺にもちょっと作ったやつすごい似てるんでやられましたね。でもまあめちゃめちゃかっこいい。ここら辺はやっぱり僕ら世代3、40代の方はすごくこう好きなアイテムになると思うんですけど、まあ新藤さんに置いてるってことは結構若い子も最近こうミリタリー興味示してきてるのかなと思います。この値段だったらこう買ってチャレンジした方がいいと思います。いいっすね。新品もあるんだ。ここら辺はアウターっすね。ありました。あったあった。まあ個人的にこのキャップショルダージャケットすごい好きなんですけど、まあ、西海岸 のファッションが好きってさっきお話したんですけど、ダービーオブサンフランシスコっていうブランドがあって、まあ、そのはもう70年代とかのアメリカの西海岸のスケーターたちが着てたジャケットになるんですけど、まあ、そのコミティティール、このキャプショルダージャケット、どんなブランドでもこの形であればこうちょっと西海岸のスタイリングできるんですよね。赤、安っ、はい、色味で赤って、はい、若く見えたりとかするじゃないですか。僕もまあこれ結構着るんですけど、まあこうデニムとかの単色履いたりするっていうとちょっと子供っぽくなっちゃうんで、例えばディッキーズのワークパンツとか、まあ、あとトラウザー合わせで、まあ、着てもらえるとちょっと大人っぽくなるかなというような印象があります。
FJ 的には完全にトラウザー着てる感じ。トラウザー着てますね。大人はトラウザーを履ける。そうですね。トラウザーパンツってどういうパンツのことですか？あ、今日僕が履いてるようなのも、こういったまあもともとワークパンツなんですけど、トラウザー、まあ、チノパンとか言ったりするんですけど、このセンタークリスが入った、まあ、このパンツを履くことによって、こう結構上にカジュアルなアメカジのアイテム合わせてもちょっとこうやぼったくならないというか、スマートに見える。だからちょっと大人っぽく見える。結構だからこれブラックのトラウザーとか合わせたらすごいかっこいいのかなっていうふうに思います。これ作りたいですね。まあ、なんかその僕がよく好きなそのダービーオブサンフランシスコっていうサンフランシスコのブランドは、まあ、この切り替えで結構その後結構、まあ、ゴルフウェアとかにもこう使われてるアーノルド・パーマとかでも結構見ます。すごい好きなアイテムです。なんか古着ってどういう風に見たらいいかって難しいじゃないですか。 FJ 的ポイントってある、まあ、今ファッションを着てる子たちはやっぱり古着を結構メインというか、古着見て、まあ、古着買って着てる人が多いんで、まあ、そこからこう逆に古着で今カーディガンが流行ってるんですけど、まあ、そういうカーディガンが、まあ、普通のセレクトショップとかお店に出たりとか、あとこう古着で刺繍だったりこうカレッジとかキャラとか、まあ、今すごく人気なんですよ。まあ、新品のお店でもすごいこうキャラものだったりカレッジスレッドとかこういう刺繍のアイテム出てるんですけど、まあ、もうこれ本当90年代の古着に見られる手法が結構入ってますね。こういうツイルのワッペン貼ってるものとか、これも今新品のお店じゃすごい売れている商品だと思うんですけど、まあ、こうやって見るとあやっぱ90年代のここら辺がこう古着屋さんに増えてるとこういうのも増えてくるんだろうなっていうような感覚で見て参考にしてると思います。結構かわいいですよね、キャラもの。すごく大きく変わったのはやっぱりサイズ感ですよね。今までこうアームホールが細くて身幅が細い、そういったものがこう一番こうかっこよく見えるっていうところで、やっぱりこの古着が流行りだしてからもう大きく変わったのはサイズ感ですね。例えば T シャツとかで言うと L サイズの、まあ、身幅っていうんですかね、ものいろんなブランドさんによっては違うんですけど、だいたいこう54センチとかで L サイズ、こう55とかがそんくらいかなで作ってたんですけど、もう最近のもう L サイズもうそれじゃもう細いです。なんでもう最近はもう60ぐらいとかだいたい5センチだけでも変わってくるようなあのサイズ感で身幅出して、実際こうやって古着見るとそういったサイズ感のものが非常に多いです。僕らでいうと90年代っていうとこう最近かとかアメリカ製じゃねえのかとか思ったりするんですけど、逆にこう今見るといい作りのものだったり、逆にこれ今合わせたいなっていうものとか結構出てきます。ボアのネルシャツとか、結構ネルシャツの裏にこうボアついてるのとかもやっぱり90年代のアイテムだから結構出てきますよね。意外にこう着づらいかなと思うんですけど、まあ、冬でもこう T シャツの上に着れるし結構かっこいいですよね。ボアのネルシャツとかに、まあ、デニムって合わせちゃうとこうやっぱりちょっと違うかなとなるんですけど、まあ、逆にブラックの今で言うと例えば505とかこういっぱい置いてあるんですけど、これブラックデニムの結構細身のパンツとか合わせてこういうネルシャツ合わせたりするのが僕今結構注目してます。ブラックのこういうパンツもいいんですけど、まあ、さっき言ったトラウザー合わせのこういうネルシャツなんか合わせてこうやって着ると全然今っぽく着れたりします。ネルシャツも、まあ、別にこのネルシャツボア裏ボアのネルシャツに限ったことじゃなくて、ほんとヴィンテージのネルシャツとかもそうやって着ると今っぽく着れると思います。トラウザーとかすごいおすすめです。だから結構こう90年代こうの古着がやっぱり今増えてきてるっていう話したんですけど、やっぱ大人な人がもう結構古着着てほしいんですけど、選び方としてまあ結構90年代って派手な会色のものが多いんですよね。オレンジだったりこうブルーにイエローのナイロンついてたり色が派手なのが多いんですけど、結構この色が派手なものを選んじゃうと、まあ、ちょっとすごく若く見えがちなんで、まあ、大人な人が着るんだったら例えばもうほんとネイビーとかのこのラバープリントとか色が落ち着いたもので、結構落ち着いた色でも思い切りこう刺繍が入っちゃったりするものって結構若くなっちゃうんですよね。まあ大人の人がカレッジスウェット今人気なんで挑戦するなら本当にシンプルな色でこのラバープリントとかがすごくいいんじゃないかなと思います。これにデニム履くんじゃなくて、まあ、コーディロイのトラウザーとか合わせたり、あとデニム履くとしても中に最近こうまたねシャツを着たりして着るとちょっと大人っぽくなるかなと思うんですよね。中にボタンダウンシャツとか着てスウェット着るスタイリングって一昔前まではやってたんですけど、最近やらない人が多いんですけど、メンズクラブとか見るともうカレッジスウェット推しなんですけど、中にこうシャツ着てたりで合わせるパンツはスラックス、だからそういうスタイリングで合わせてもらえるとすごくこう今っぽく合わせられるんじゃないかなと、まあ、90年代か
今古着ブームがあって、僕はその世代にはまだ小学生ぐらいだったんで、中学生高校生ってなった時に古本屋でその本を漁って見て、なんか古着の着方を覚えたりしたんですけど、その時よりもなんか古着ブームなのかじゃないかなってぐらい注目されてます。こういう企画をやってほしい、こんなコーデが知りたい、ファッションに関する質問やご要望がございましたら、ぜひコメント欄までお願いします。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムとの連動企画も随時行っていきますので、概要欄からチェックしてみてください。これ中に入るんですよね。これね、着てる人知ってる人いないですよ。古着好きな人はいや当然じゃんと思うかもしれないですけど、多分若い子知らないです。ちょっとこのブラックデニムちょっと後でコーディネートに使いたいと思います。あら、これかっこいいな。